あ、ペップが代表監督になりたいって言ってるのが、ね、日本に来ちゃう可能性ありますか？あんだけお金稼いでたら、もうお金じゃないと思うんですよ。で、日本って評判いいじゃないですか。スペインの選手とかに、イニエスタとかセルジオ・ベルトとか。だから、ほんと、オシム的に、マジで何も口出ししませんと。全部あなたの言う通りあります。なんで、年俸は2億までしか払えないですけど、マジで、ペップさんにとっては何十分の1の年俸になっちゃいますけど、肖像権とかも全部あげるんで、来てくださいって言ったら、考えてくれるんじゃないですかね。もうコーチとか全部あなたの言う通りにしますみたいな。だからオシムさん、あの14人しか代表呼ばないとかあったじゃん。そういう外交力がある人がいるかっていうと、普通ならね、スペインにコネある原さんなんだけど、原さんは田島さんとの会長争いで敗れちゃってみたいなところから違う線に行ってるんでね。そのぐらいめちゃくちゃ頑張ったら、本当にサッカー良くするために全部の大人が動いたらあるんじゃないかなって思いますね。2023年にね。で、ペップとしても、まあ、それは強いチームの代表監督、それこそ、スペインはカタルーニャとの関係でやんないかもしれないけど、シティやってたからイングランドとか全然考えられると思うんですよ。ただ、日本っていう、素材は揃ってるけど、地盤が整ってなくて、で、ただ、ペップがやろうとしてることをやれる、そういった、なんていうか、メンタリティがあるっていう。アフリカとかのそういう系の監督はできないでしょうから、国の。は、コミュニケーション問題とか、そんなことを理由にしてた、まあ、歴史が。だペップはそういうの調べますからね。一回ユナイテッドの監督誘われてたけど、それでもバイエルに行ったのは、組織構造をちゃんと見てっていうね。チェルシーとかも行かなかったでしょ、だから。そういう自分が思うサッカーができるかどうかっていうところが第一で、マンチェスターシティにしたのは、来たのは、イギリスタインとかソリアーノとか、アルサ時代にうまく仕事できた仲間がいたからだから。